さようなら、私。通信が途切れてしばらく経つぜ。どうなったんだ？終わったよ。イーターレギオンは消滅した。この声、お前エリカなのか？ちょっと違うかな。エリカであり、エリカじゃない。バームモンとエリカの精神データが融合した。エリカの願いから生まれた新しいエリカの姿だよ。お嬢の新しい姿？お嬢がデジモンになっちまったっつうのかよ。って言われてもなあ。確かに声はお嬢だし、このすっとぼけた感じはワームモンだし、こんなんあり？どうですかね、鬼。すまん、ちょっと時間をくれ。だよな、いきなり妹がデジモンになったらそうなるよな。それ真っ当な反応だと思うぜ、リュウジ。だな。ちょっとつうか、かなり驚きな合流の仕方だけど、これでようやくフーディエが再集合できたわけだし、細かいことはいいことなしだな。待ってたぜお嬢。たく心配かけすぎだっつうの。ああ、どんな形であれお前はお前だ。よく戻ったエリカ。なんだ？イーターがお嬢のサーバーに集まってる。レギオンを倒したのにエデンの侵食が止まっていない。エリカの自我の影響がここまで伝播してしまったんだ。は？おいお嬢、俺たちにも分かるように説明してくれよ。イーターレギオンは膨大な記憶を持つエリカを取り込んだことで、かりそめの自我を持ってしまったの。そしてイーターネットワークを通じて、その自我はエレンの中の他のイーターにも拡散してしまった。彼らは自我の統一を求めて核であったエリカの記憶サーバーに集まっている。でもあのサーバーにはもうエリカたるものはない。イーターたちは核の代わりになるものを求めて互いを食い合い、別の何かに進化しようとするはず。別の何か？おい、なら止めた方がいいんじゃねえのか？ダメ、もう間に合わない。
空っぽのエリカの記憶サーバーをシェルとして、仮止めがゴーストをカットしたイーカンの進化体エデン全体に根をかけた虚構の木イーターエデン。イーターエデン、なんつう声だよ。宿ってしまった自我がイーターを苦しめている。エデン全体を取り込んだ。その苦しみはさらに増したはず。エデンにはあらゆる人間の精神データは、感情や思い出がログとして蓄積されているから、何よりもイーターが帰りたがっている。おい、自身が新た場所に帰る。私があの子に与えてしまった二つの記憶、それは外の世界への好奇心と郷愁なんだよ。この二つは全く違うようで同じもの。狭い世界を飛び出し、知らない世界を見えにいた。そして懐かしい場所で帰りたい。あの子もそう思っている。私がそうだったように、あれも一つのエリカの姿。エリカから進化した私と何も変わらない。それを俺たちは倒しちまうしかないのか。私は倒したい。エデンを取り戻すためだけじゃない。あの子を元のところに返してあげたい。たとえそれが私のエゴでしかないとしても、もう新宿はエデン全てに及んでいる。もはやこの電脳空間そのものが相手だよ。それでも戦う意志はある。今さらそんなこと聞くなよ、お嬢。俺たちはけじめをつけるって、それだけの理由でここに来たんだぜ。これがエゴじゃなくてなんだっつうんだよ。その通りだ、言っただろ。どんなわがままでも聞いてやる。君はどうした？
私に任せて。イーター、ごめんね。私のせいであなたまで苦しめてしまって。でも、もう終わりにしよう。すぐにあなたを返してあげる。今だよ、みんな。行きたい。
これを使おう。
け。ほら、これは？おい、周り見てみろよ。
デンが元に戻ってる。よっしゃー、これでフーディーに。まあお嬢はデジモンになっちまったけど、なんとかなるよな。俺たち揃ってフーディーに帰るんだよな。エリカ、なんだ。世界の改変が始まるの。改変？何を言っているんだ。私は、エリカは、イーターネットワークの中で、ある戦いを見たの。遠い場所で、選ばれし者たちによって、世界が救われ、判定が下された。彼らの戦いの結果、世界は書き換えられる。デジモンと人間が出会わなかった世界へ。は？なんだよ、それ。つまり、俺たちはどうなるんだ。わからない。でも多分私は人間に戻る。そういう奇跡がこれから世界中に降り注ぐの。本当か。やったな。それじゃ改変とやらは大歓迎じゃねえか。でも変わらないものもある。エリカはその一つ。エリカが病気や何らかの原因で死を迎える未来はきっと変わらない。エリカはまたそういう役回りなんだよ。この世界は不平等で、だからこそ奇跡も存在する。私は選ばなくちゃいけない。今すぐに世界の改変にエリカが飲み込まれる前に。エリカ、何を言っているんだ。助けに来てくれて嬉しかった。私の姿は私たちだけが起こした奇跡。たとえこれから何が起こっても、それだけは忘れないでね。それから、さよなら。エリカ！待っ！みんな大好きだよ。最後の言葉聞こえたかな。聞こえたよ、きっと。もう素直にさよならできないの？君、言ったでしょ、世界は改変されたんだよ。君は私にくっついて次元の狭間に来ちゃったから、一時的に免れているだけ。スレドーは君から話を聞いていたからわかるでしょ。これはどうしようもできない流れなんだよ。でも改変の境目である今だからこそできることもある。私はこのままフーディエモンとしてデジタルワールドへ行くね。ワームモンはエリカの記憶を受け継いだことで、エリカの新しい器になったの。ワームモンとエリカが一つになった姿、それが私。私はデジモンとして生きていく。だからフーディーには帰らない。もう決めたの。私だって帰りたい。みんなとずっと一緒にいたいよ。私の大好きだった場所。お兄ちゃんがいて、千歳がいて、そして君のいるフーディエに帰りたい。でも現実世界に帰っても
私はもう長くは生きられない。そしたらまたお兄ちゃんにみんなに重荷を背負わせることになってしまう。ごめんね。もう私のことで誰も苦しませたくないの。それに何より私はこの姿を、記憶を捨てたくない。フーディーモンが生まれたのはエリカと私だけが願ったからじゃない。リュウジ、お兄ちゃんやチトセ、そして君という別の存在がエリカの可能性を願った。だから私という新しい姿が生まれたの。一人の人間と一体のデジモン、そしてエデンネットワークが記録したこの世界のあらゆることを記憶したデータデジモン。私は世界の記憶でも、改変に従って人間に戻ったらきっと何もかも忘れてしまう。辛いことも悲しかったことも嬉しかったことも、この世界で起きたこと、私は忘れたくない。この姿をなくしたくないよ。みんなが起こしてくれた奇跡を一時の幻で終わらせたくない。もう決められた運命なんかに従わない。だから生まれ変わるの。みんなと過ごしたこのメモリーを抱えたまま、そしてデジタルワールドでまだ見たことのないたくさんのものを見て、冒険して、知らないことをたくさん知るの。今ならそれができる。今しかできないの。だから見届けてくれる？足りない？何が？お兄ちゃんと千歳をよろしくね。さよならはしないよ。世界が変わってもデジタルワールドと君たちの世界はどこかでつながってる。きっとまた会える。私たちの世界へ。次元の狭間を流れていく中で、僕は改変されていく世界を見た。エリカが言った通り、そこはデジモンたちのいない世界。
エデンという電脳世界もまだ誕生せず、ローカルなネットだけで人々が生きていた世界。僕たちの冒険が一つ一つ消えていく光景だった。なぜ、誰が、どんな決断でこんなことをしたのか、僕たちはただ、これまで通り、その大きな流れに従うだけなんだ。でも、その光景を見つめながら、僕は心に誓った。決して忘れないと。エリカのように、あがいてみせると。僕たちが戦った記憶を、すれ違い、もがいて、積み上げてきたものを手放したりしないと。エリカがした選択。エリカの新しい姿を。最後の、あの笑顔を、覚えていてみせる。絶対に、絶対に。疲れ。よう。なな、リュウジ就職決まったってよ。なんと、あの神代の技術部門だぜ。親父さんたちにはもう電話したのかい？ああ、二人とも喜んでいた。今までいろいろ迷惑かけてきたからな。これでようやく恩返しができる。一人息子が一流企業に就職したんだ。親父さんもおふくろさんも喜ぶに決まってんだろ。よし、今日はリュウジの就職祝いだ。全員
焼肉食いに行こうぜ。お前も行くだろ、ユウ。行こうかな、リーダーのおごりなら。なんで祝われる俺がおごるんだ。お前が払え、全額だ。ひで、高校生にたからないでもらえます？なあ、お前もレジェンドの金で肉食いたいよな。おい、何してんだ？置いてっちまうぞ。ああ、また肉か。俺寿司が良かったな。付け合わせの芋でも食ってろ。ああ、もう、お前らさ、めでたい日くらい喧嘩すんなっての。